はじめましての方は、はじめまして、そうでない方は、こんにちは、こたつです。セブンデイズトゥーダイ22日目やっていきたいと思います。前回は、シーズン3、3回目のブラッドムーンが無事生還いたしましたんで、今日は、とりあえず今現状を受けているクエストを、受けに、やりに行ってこようかなと思います。そのクエストがこの道をまっすぐ行ったところみたいなんでね、また新たな場所に探索行きたいと思います。さあ、なんかちょっと街になってるところにたどり着きましたが、どこだろう。まだ結構遠いな。お、これを、よいしょ、オッケー。遠いぞ。結構遠いぞ。ボブズカフェ。ダイナー。本屋さんとかあったらいいな。どこでしょうかね。お、この教会か？この教会か？違うな。教会ではないな。なんかいる、なんかいる、なんかいる。あ、ゾンビか。どこだ？おっと、こっちも雪かよ。マジかよ。そしてちょっと嫌な感じだな、これ。嫌な感じだな。これもしかして地下から行く感じじゃないか？これ地下から行く感じじゃないか？まず。そしてどこにあるんだ？びっくりマーク。お、どこにあるんだ？クエスト開始が、あ、中か。中か。中なのか。マジかー。こん中からスタートかー。やだねー。ちょっといっぱい拾ったからな。で、ちょっとガソリン入れとこう。で、あとは、包帯は、こっちにしといて、お金も入れとこう。で、こんなもんか。これだってあれでしょ？はしごを作ったらなくなっちゃうんだよね。開始してから置かないといけないね。じゃあ、スタート。で、先に、はしごを作っておいて、あ、これキャンセル。OK。で、ちょっとね、すぐ逃げられるようにしとかないとね、多分これ、前の、あれ。どこだとさ、ワンちゃん来てたからさ、ちょっとショットガン使おう。おっと、犬小屋が開いておりますよ？犬小屋がそっち開いてない？大丈夫？お？いないよね、なんか。どこにいるんだい？中にいたワンちゃんたちは。ワンちゃんたちはどこにいるんだい？え、いないの？え、いないの？え、いないの？うん、ワンちゃんたちは？え、いないの？ちょっと拍子抜けだな。上ですか。こんな感じの家前にもあったよね。こちら？え？犬小屋ばっかなんだけど。いるね、なんか。いるね、そこに。いたいた。大股開きですけど。ごめんね。あ、そうだそうだ。腐った肉。腐った肉をよこせ。お前の肉をよこせ。よいしょ。他はいない？多分あの外にもいるんだろうね。なんで、こいつ襲ってくんの？お？
おう。お？こう、あれだね。このバージョンからは。お、びっくりした。びっくりした。びっくりした。あ、来るね、来るね。来てるね、来てるね。来ないの？あれ登ってこれないの？どっちから来る？どっちから来るの？どっちから来るの？これちょっと待って、なんか外からも音するんだけど。怖い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 。怖い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 。あおう痛い痛い豚さんもうなんか初っ端から怒ってるね。どうしたの？どうしたの？何が起きた？ちょっと待ってね、なんか外にいるんだよね。いやー。お？お？いた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 。え、登るんかい？お前。お前登るんかい？お前登るんかい？登るんかい？違うやろ。あれもう終わり？あれもう終わり？あれもう終わり？おっと？おっと？ちょっとお前そこ攻撃すんなよお前。お前そこ攻撃すんな。しゃあないな。よっ。よっ。ほら。オッケー。よし。探索終了。邪魔すんじゃないよ。よいしょっと、オッケー。さあ、終わりました。で、満タン、いつものごとく満タンになったんで、ちょっとね、一旦家に帰らないといけないですけど、あとトレーダーさんとこにも、行かないといけないですね。よし。ちょっといっぱいになったんでね。じゃあ、物資がここか。どうしようか。こう、帰ろうか。物資を取って、帰ろうかな。いやー、どっか本屋さんないかな、本屋さん。ここは。よし。こっちか。本屋さん、パッと看板がないな。やっほー。やっほー。引いちゃうとこだけど、やめとこ。OK。早くあれなんだよ。バット欲しいんだよね、バット。バットの方がね、攻撃力高いんだよね。このコンボより。よし。こう、直接、直線、直線できます。あ、あれか。もう見えてるね。あったー。これか。さあ、何かいいものあるかな。おー。お、ポンプショ、アクション、ポンプアクション式ショットガンじゃないか。これ、あれだよね。後半、こっちの方がいいんだけど、まだ1だもんなー。1だもんなー。
これ早く作れるようになんないかな。とりあえず分解しよう。じゃあこっから直接トレーダーさんとこだからこういう感じか。こうか。いきます。お？なんだ今のは。なんか浮いたぞ。何このミニバイクにそんな機能があんの。びっくりした。あ、ガソリンがない。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 ガソリン。おきゅう、びっくりしたわ、さっきの。何今のバグ。さあ、トレーダーさん、終わったよ。あれ？いない。え？トレーダーさん？え？トレーダーさん？お？トレーダーさんがいない。え？トレーダーさんがいないだと？はい、レベルアップ。さあ、戻ってまいりました。ちょっとリロードをし直しまして、今度こそトレーダーさんがいてくれるかな？さあ、いてくれるかな？いてくれるかい？いた、よかった。あー、ジュエルさん、どこ行ってたの？トイレ？狩猟ナイフ。狩猟ナイフ、高く売れるもん。オッケー。お、浄水。あ、でも、有刺鉄線は持ってるよな。じゃあ、浄水。でも、これ作って、つけた試しがないんだよね。ま、でも一応、作っとくか。じゃあ、今度は近くで、隠された財宝。一番近いとこ。これか。はい。じゃあこれ読んで、で、カウもあるかな。あ、セメントとか大量に買っとこう。あ、お金、あった。他にちょっと先に一通り見とこう。ビーカー、雇用点に対して 10% ダメージ。それはいいや。あ、ほぼ支柱、ほぼ支柱。ほぼ支柱。違うか。どういう意味だ？で、ヘルメット用ライト改造パーツのクラフトはもう持ってるからな。あ、ランタン作れるんだ。あ、ランタン、作れるのいいな。なんかランタンってあれでしょ？電気使わないし、なんだっけ、音も敵が寄ってこないんでしょ？どうしよっかな。どうしよっかな。ほぼ支柱。これ、あ、でも二つ買っちゃうとお金もなくなるな。とりあえずこっち先買って、そればあれじゃないかな。バイクの中にお金置いてきたんじゃなかったっけ。お、まだあるか。結構あるある。じゃあちょっと読んでない本は買おう。で、どれだっけ、あとこれと、コンクリートと、あ、2000か、まあ、いいや。で、あとなんだ、あとこれか。コヨーテはいいかな。ガラクタ法、これはいいや。ちょっと料理の方。と、これはいいや。皮特に、これ持ってたやな。うん。OK。じゃあちょっとね、一回、どっち方面？方向どっち？方向どっち？これ？これか。あ、あれ？マークってびっくりマークじゃなかったっけ？とりあえず一旦帰ってきてまーす。いやー、あ、でももう夜になるな。大丈夫かな？あー、まあ掘るぐらいならちょっと行ってこようかな。
わかんないけど、いけるか。多分物は拾えるはず。この辺か。この辺か。さあ来るか、ハゲタカ。ハゲタカ来るか。来るか。来るか。かたませー。オッケー。で、この辺だな。待つよ、まず、北から、北がここね。北の最初はこうね。もうちょっと掘るか。北で、南に進んで、南に進んで、南の終わりが、ここ。で、の真ん中あたりね。こっからここの真ん中、この辺か。ないな。ちょっとね、今度は東西で見てみよう。東西だとここがスタートか。じゃあもうちょっとこっちか。なんか来そう、なんか来そう、なんか来そう、なんか来そう。もうちょいこっちか。あった。よし。で、準備。ちょっとショットガンしとこうかな。ほっ。さあ、どっから来る？来た来た。お、結構来るな、結構来るな。よっ。結構来るな、結構来るな。ちょっと待って。何この距離での外しよう。よいしょ。ダメやろ。今の外しっぷりはダメだろ。あんな至近距離での外すのはダメだろ。オッケー。いいよ。なんか来てる、なんか来てる。あ、お前か。オッケー。間違えて、あ、拾えねえ。これと、これと、あ、これ読んでねえや。これ読んで、オッケー。じゃあ帰りましょう。あ、ついでにここの、なんか、あて壊しとかないと。いやー今日も、まあちょっと二つだけですけども。おっと、ちょっと待ってー。ワンちゃんじゃないけど、ワンちゃんというかなんていうか。これワン、なんなんだろうね、こいつ。よっ！オッケー。お肉いただくぜー。よいしょ。ワン、コヨーテ？あれがコヨーテなのかな？どれがコヨーテでどれが狼かが分かってないんだよね。あー、ダメか。よいしょ。そこにいっぱいいるんだけどな。いいや、あいつらほっとこう。で、よいしょ。よいしょ。来る？来ちゃう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 か。せっかく見逃してあげようと思ったのに。痛い。オッケー。
あんたも来る？あ、あー、これちょっと欲しいけど、欲しいけど拾えない。欲しいけど拾えないんじゃーい。てい！ちょっと種は基本的に欲しいです。欲しいです。預けられない。預けられない。よいしょ。オッケー。さあ、トレーダーさん終わりますぞ。お !SMG5。これにしよっか。こっちだね。はい。で、続いて、一応また、次回、どうしよっかな。どうしよっかな。これやっとこうかな。はい。で、買うものはもうないや。Baby next time! はい、またね。さあ、またね。じゃあ、帰りましょう。トゥーン、トゥーン。さあ、まあ帰宅途中ではございますが、今日はこの辺で終わりたいと思います。まあ次回何しよっかな。で、まだクエストばっかだとちょっとねあれなんで、探索とかもねして、本でねこうスキルとかを大量に覚えていくようにもしていきたいなと思いますし、あと家の方のリフォームも早くちゃんとしないといけないですね。はい、ということで、また次回お会いいたしましょう。じゃあねー。